モラは古代ローマや古代ギリシア時代から何千年も続くハンドゲームである。プレイヤーの二人が一致し、コインを投げるか楽しむかを決定できる。多くの形式では二人、三人、またはそれ以上の人数でプレイできる。一方でモラのバリエーションは多くある。もっとも一般的なやり方では両方のプレイヤーが片手を出し、お互いに指を見て大きい声で、 相手の指の合計を言い当てる。もし、そのプレイヤーが言い当てたなら、そのプレイヤーが1点を得る。先に3点を取ったプレイヤーが勝ちとなる。もう一つのやり方では、一人の人が奇数を指定し、一方が偶数となる。プレイヤーはそれらの前に手を開き、そして同時に3まで数える。参加、シュートで、両方のプレイヤーは、お互いに1本。 または2本の指を出す。もし、両方の指の合計が偶数ならば、偶数プレイヤーの勝ちとなる。そうでなければ、奇数プレイヤーの勝ちとなる。2つの可能な方法は3まで足し合わせるのと、同等に勝てるチャンスをお互いに持っているとである。いくつかの異なるもらは賭けを含み、同時に、勝者は指の合計と同等のお金を得るのを楽しむ。 ルールにはいくつかのバリエーションがある。その方法では、プレイヤーがいくつでも指を差し出すことを許すと同時に、勝者は合計が奇数であろうと偶数であろうと、勝者であるのが基本である。例えば、二人のプレイヤーがいて、かつ、互いに五本の指を出したなら、合計は奇数であり、奇数のプレイヤーが勝者となる。マイケイシオ、マイケターマイケイシオは、 見えることに機会を与える要素を小さくする試みを行うモラの一種であり、プレイヤーのスピード、確率計算と、そして確かな心理的な広がりである。マイケイシオは、お互いに右手を上げて、数字を上下させ、そして大声で両手の指の合計を言う。それは、プレイヤーは正しいというとによって、ラウンドで勝つまで行う。勝ったラウンドはプレイヤーが1点を得る。 もし、数字が合わないならば、点数は入らない。マイケイシオのルール詞ははっきり、プレイヤーとレフリーに手を見せなければならない。挑戦者は、他の挑戦者が見せたのをレフリーが見た後は、プレイできない。両方に見せられた指の合計が正しいのを言った、プレイヤーに点数が与えられる。もし、両方が正しいならば、点数は割り当てられず、ゲームは次へ進む。 セットは繰り返し、もしくは1回目に16点を先に取った、プレイヤーによって決着がつき、21点で決定する。もし、両方のプレイヤーが勝ち点を取り損なった時に、同点ならば5ポイントのタイブレイクを行う3セットを2回、勝つことによって、マッチが成立する。プレイヤーはレフリーが決定することに、抗議できないそれぞれのゲームはあるが、仲間はチャンピオンシップで2人に寄りかかって、 プレイができる。そのような場合、二人のゲームは開始し、点数を得た人は相手が負けている限りリードする。ありがとうございます。